国際治安支援部隊から、かたる支援任務への移行式典カッたる支援任務に対して、北、大西洋条約機構が訓練、助言、支援を行う任務である。2015年1月1日に開始され、12,500人の兵士が参加している。これは13年間にわたって14万人が参加し、2014年12月28日に完了した。 国際治安支援部隊に続く任務であり、指揮官は元デルタフォース指揮官のオースティン・エス・ミラー大将である。なお、アメリカ軍は訓練だけでなく、対テロ作戦の自由の万人作戦を行った。確固たる支援任務の作戦計画は2014年6月に、ナトーカ加盟国の外務大臣たちによって承認され、2014年9月30日に、 アフガニスタン大統領のアシュラフガニーとアフガニスタンにおけるナト o 上級文民代表のマウリッツヨヘムスがカブールで地位協定に署名した。国際連合安全保障理事会はアフガニスタンにおける新しい国際任務を支援するために国連アンポリ決議第2189号を満場一致で承認した。任務の目的はアフガニスタン治安部隊と アフガンセキュリティインスティチューションを訓練、助言、支援することであり、以下の8つの基本機能に焦点を当てて行う。構想では任務には、NATO や協力国から約1万2千人が参加し、アフガニスタンのカブールやバグラムク軍基地が中軸となり4つのスポークを支える。4つのスポークは訓練助言支援コマンドとして構成され、 アフガニスタン陸軍の6つの軍団のうちの4つを直接支援する予定である。多機のいくつかはアイス終了前に設立された。2018年現在、北大西洋条約機構はアフガニスタン国内に1万6千人を派遣している。ありがとうございます。